カンバーランド取りの戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年、遅く、アメリカ独立推進派のジョナサン・エディが、少数の民兵を率いて、ノバスコシアを味方に引き入れようとした試みである。エディは、マサチューセッツワイ植民地から、あまり平坦支援を得られないまま、 400ないし500名の民兵と、インディアンで、ノバスコシア中部のカンバーランド砦を囲み、襲撃しようとした。砦の守備隊は、フレンチ・インディアン戦争の古参兵、ジョセフ・ゴーラムが指揮するほとんどが、地元植民地の民兵だったが、エディの数回にわたる襲撃を撃退し、最終的に11月29日に援軍が、到着して、包囲部隊を駆逐した時に解放された。 包囲戦を指示した地元民に対する報復として多くの家屋や農場が破壊されパトリオットの進派は地域から追い出されたカンバーランド砦を守り抜いたことで海洋国家イギリスの植民地は一体性が保たれノバスコシアは戦争が終わるまでイギリス側に止まったアメリカ独立戦争の初期ノバスコシアの守りは害して貧弱であり 東部で起こっている混乱によりアメリカ人が指導する、暴動が起こる恐れがあった。1776年初期までに、ハリファックスにいくらかの援軍が到着したものの、植民地のフロンティアは、少数の守備隊がいるだけだった。カンバーランドトリデは、現在のノバスコシア本島とニューブランズウィックをつなぐ、チグネクト地境にあった。この地域はそれ以前の時代に、 フランス植民地アカディアとイギリスの支配するノバスコシアとの間の紛争で戦略的に重要な地点だった。カンバーランド砦は当初1750年にフランスがボーセジュール砦として建設したものであり脆弱な状態にあった。イギリスは1755年のボーセジュール砦の戦いでこの砦をフランスから奪い7年戦争が終わった後は 最小の守備隊を置くだけで、1768年には、放棄されていた。1775年6月にはすでに、イギリス軍、トマス・ゲージ将軍の命令で、パトリオットの活動に対して、植民地を守るために、ジョセフ・ゴーラム大佐が、ノバスコシアの民兵とインディアンの部隊立ち上げに動いた。1776年夏、砦に到着した。 ゴーラムと200名のロイヤリストの守備隊は砦を防御、できる状態にするためのできる限りのことをした。しかしゴーラム隊は、適切に補給されていたわけではなく、その兵士は、食料から制服まであらゆるものが欠けていた。さらに地元民は、外してパトリオットの側に同情的であり、砦修復の援助を断り、 砦の守備隊員を脱走させて、戦力を削ぐ試みすらしていた。ジョナサン・エディは、マサチューセッツ湾植民地生まれで、砦のあるノバスコシアのカンバーランド軍住人だった。植民地議会の議員であるエディとジョン・アランが、この地域でのパトリオット側活動の中心であり、その活動は、ノバスコシアに、いくつかある、先導音賞の一つだった。 他のパトリオット側活動としては、セントジョン川渓谷にあるサンベリー郡のモーガービルやコーブクイドがあり、またピクトーやパサマクオディワン地域でも小さな動きがあったが、これらは現在のメイン州とニューブランズウィック州に分かれる地域だった。これら地域のパトリオットは相互に連絡を取っており、カンバーランドやモーガービルの者たちは近隣のインディアンを味方に引き入れようと活動していた。 ミッチェルの地図部分、ローレンス・トリデが、チグネクト・エンゲル・フォリンとウィンザーが、フォート・エドワードと記されているエディは、13、植民地からの軍事的支援があれば、ロイヤリストが優勢なノバ・スコシアを、独立側につけることができると考えた。1776年前半には、マサチューセッツ湾植民地に行ってその政治と軍事の、 指導者たちに、ノバスコシアにおける動きに興味を持たせようと試み、一方ではアランがノバスコシアにおける関心を高めようとしていた。アランの仕事は、ゴーラム大佐とその部隊がカンバーランドトリデオサイド、防御するために到着し、元ノバスコシア副知事で、ロイヤリスト指導者のマイケル・フランクリンが活動した、ことで、以前より難しくなった。エディはなす、実なく6月には、 ノバスコシアに手ぶらで帰還し、ゴーラムが自分の首に賞金をかけたことを知ることになった。フェンシブルと呼ばれたゴーラムの部隊によるカンバーランドでの動きが功を奏したので、パトリオットの活動は事実上地下に潜るしかなかった。その結果、活動の中心は一部モーガービルにセンった。フレンチインディアン戦争の古参兵であるゴーラムはインディアン社会に パトリオットが入っていくことを妨害することができた。ミクマク族は、パトリオットの側につくことを拒み、マリシート族及びパサマクオディ族ははじめはパトリオットを支持したものの、最終的にはエディが期待したあるいは約束を取り付けたほどに数が集まらなかった。エディは8月に再度マサチューセッツ湾植民地に向かった。第二次大陸会議とジョージ・ワシントンは、エディの考え、 すなわちノバスコシアにおける資金あるいはその他の軍事行動を支援するものを承認しなかったが、マサチューセッツ湾植民地議会を説得して、カンバーランド取り攻撃のためのいくらかの物資的支援を取り付けた。植民地会議はエディがメイン地区で徴兵を行うことも認めた。エディは9月にボストンを立って抹茶ヤスに向かい、そこで20名を徴兵した。10月13日、 この部隊でマチャイアスからパサマクオディワンに向かった。これと同日に軍事行動のための長期計画で動いていたアランはカンポベロ島からマチャイアスに向かった。両部隊は会場で出会い、アランがミクマク族が助けてくれないことを告げてエディの計画を撤回するように努めた。アランはエディにカンポベロ島で待機するよう約束させ、マチャイアスの委員会と会見するために マチャイアスに向かった。マチャイアスの委員会がインディアンの支援はほとんどない子を知ったとき、彼らはエディに虚構を諦めるよう説得する手紙を送った。エディは自説を曲げず、その舞台にパサマクオディ族9人を募ってカンポベロ島を去った。エディは カンポベロ島からセントジョン川を遡って、モーガービルに至り、そこで27名を調募してから奥ク,クのマリシート族集落に向かった。エディはそこで、マリシート族の主たる州長ピエール・トマーが斧を取り上げることに興味を示していないという悪い知らせを聞いた。エディは、トマーの競合者であるアンブローズ・セント・オービンを説得し、モーガービルの地域社会が、 インディアンの家族を支援するという合意事項と引き換えに、その遠征隊に15名のインディアンを重宝できた。エディが、さらに失望したことに、戦闘便がその地域を以前に訪れた時に、行っていたことに反して、地元のアカディア人は誰も加わらなかった。ボーモントの歴史史跡、ニューブランズウィック州、フォートフォリーポイント、シェッポディ前進基地の場所であった可能性があるエディは、 この時72名になった部隊を率いて、ファンディワンを公開して、シェポディ前進基地に行った。9月にゴーラムが設立した可能性のある、この前進基地の正確な位置は議論の対象になっている。湾の西側にある今日のホープウェルケープの可能性があり、あるいは東側にある、フォートフォリーポイントかもしれない。いずれにしても、10月25日にエディが、 ゴーラムのフェンシブル対偵察員を捕獲し、一人を殺し、他を負傷させたのがそこだった。捕虜はマチャイアスに送り返され、エディは隊員の何人かをコカーニュに送って、ミクマク族を重保しようとしたが無駄だった。エディ自身はメムラムコックへの移動を続け、そこでニダースばかりのアカディア人を重保することができた。この大きくなった部隊が、 サックビルに行くと多くの開拓者が部隊に加わり、総勢は約180名に膨れ上がった。ゴーラムは11月4日にエディの行動について知らされた。これはシェッポディ偵察隊に補給物資を持って行った船が地元民からエディの行動を告げられたからだった。ゴーラムは砦の守りを強化させたが、砦から出るどの道がエディに塞がれるかがわからなかったので、 ハリファックス、あるいはウィンザーにすぐ知らせようとはしなかった。10月31日、フリゲート艦ジュノーが、補給用スループ船ポリーを護衛してカンバーランド、砦に到着し、砦の下、オーラック側に停泊した。ポリーは、砦が冬を越すための物資を積んでおり、即座に荷下ろしが始まった。ジュノーは、サックビルから容易に見ることができ、ジュノーがいることは、 砦の防御度が上がるだけに心配だった。エディにとって幸運だったことに、ジュノーはポリーを砦の下に残して11月3日に出港した。11月6日、エディの偵察隊が砦に近づいてくるようになり、ゴーラムに敵の接近を警告した。ゴーラムはポリーを保護する手段は何も取らず、それ以前に派遣していた偵察員が戻るのを待つことにしたために、 その窮状を伝える試みも再度遅れた。その夜、エディ部隊から30名がポリー戦場の眠たげな衛兵を吸収し、13人を捕虜に取った。この吸収隊はたまたま近くに停泊していたパトリオットのシンパが所有する船も確保した。11月7日の朝、ゴーラムはウィンザーに伝令を派遣する時だと判断した。彼は一体の伝令を 下の船着き場に送った。その部隊は約30名だったが、エィがその船を支配しているとは知らなかったので、到着するや、イナやエディの部隊に捕まえられた。その後ポリーはカンバーランド砦の東にあるローレンス砦に向かい、物資が陸揚げされた。カンバーランド砦の保証がその動きを指認し、ゴーラムはその船がエディに奪われたことを悟り、船に対して、 砲撃を始めたが虚しかった。1755年の地域の地図、カンバーランドトリ出は、地図上部中央の D で示され、オーラック側は、左上のタントラマー側の右支流だが、地図上の名称表示はないゴーラムは状況を調査させた。その守備隊の4分の一近くが、エリに捕まえられており、捕獲前に、ポリーから降ろしていなかった重要な燃料などの物資も、 奪われていたその防御は、鳥出の、ほば、全体にわたる旧ごしらえの柵と六門の大砲だったが、その大砲もまだ三門しか据えられていなかった。鳥出の軍事用人員は、士官と砲兵を含めて176名だった。その後の数日間で、地元民兵が到着して総勢は200名ほどになったが、 病気のために戦闘には適していないものまで含めての数字だった。11月7日と8日、エディの警戒線を抜けて伝令を発しようとしたが、どちらも不成功だった。11月8日、エディの部隊には、香伏井戸とピク島から約200名が加わり、11月10日には、ついに行動の時が来たと考えられた。エディは、 ゴーラムに、その守備隊の降伏を要求する手紙を送った。ゴーラムはこれを拒否し、逆にエディに降伏を要求した。翌日この地域外の政府が、エディの行動を知った。死略戦を求めて、ファンディワンをパトロールし、囚われていた渡し船を救出したマイケル・フランクリンは、その乗客からエディが活動していることを知った。 この知らせがハリファックスに届くと、マリオット・アーバス・ノット副知事は、第十五連隊にアナポリスを基地とする船を使って、ウィンザーにあるエドワード・トリデに行き、包囲されたトリデを解放するための軍隊を運ぶよう、命じた。ジョージ・コリアー提督は、ファンディワンで、視略船が横行しているとの噂に接し、すでに HMS ・バルチャーを派遣していたが、HMS ・ホープにバルチャーの居場所を突き止め、 支援させるよう命じた。しかし、ホープは、主略船を捕まえて、ハリファックスに戻った。ホープは再度補給船を護衛してカンバーランドを取り出に、派遣された。一方、バルチャーは、偶然ウィンザーに到着し、そこでいくらかの海兵とフェンシブル隊員を乗せた。パトリオット側は、大砲がなかったので、11月12日夜に、取り出襲撃を試み、ゴーラムの部隊を、 砦の弱点から反らせるために、陽動行動を試みた。経験のある、ゴーラムはそれを陽動だと見破り、攻撃部隊を撃退した。エディ部隊の中のマリシート族戦士の一人が、砦の中に忍び込み、門を開ける寸前まで行ったが、最後の瞬間に止められた。この失敗した、攻撃の後は、指導者の委員会が、 エディに対抗して形成されたので、エディは事実上部隊の支配力を失った。11月22日と23日に委員会が命じた野州はいくつかの建物を占領して燃やすことに成功したが、ゴーラムがその陣地をしっかりと確保し、攻撃部隊はまたしても撃退された。11月27日、バルチャーが到着した。パトリオット側は、 敵の援軍の到着に直面して、退却を選ぶよりも、守りを固めた。ゴーラムは、対面する敵の勢力に関する情報を得て、出撃を計画した。11月29日の早朝、トマス・バット・少佐が、正規兵とゴーラムのフェンシブル隊からの150名を、率いて出撃し、エディ隊を蹴散らし、数人を死傷させた。事態の損失は、戦死2名。 負傷三名だった。ハウトリデの後に立つシェルターの複製、セントジョン川川口にある。この地域は、死略船や反逆者の活動を防ぐために1777年に、イギリス軍によって防御を固められたバット隊は、エディ隊を追跡したが、悪天候と適切な足回りを持たなかったために追撃を中止させることになった。エディ隊は散回し、 多くは陸路をモーガービルに退却した。マサチューセッツから来た者の中には2ヶ月以上を要して、マチャヤスに戻った者もいた。パトリオット支援者の家屋や農場が報復のために燃やされたが、イギリス当局はその後に、ノバスコシアの検事総長になったリチャード・ジョン・ユニアックを含め、捕虜とした反逆者に対し寛大な処置を取った。 ゴーラムは降伏した者たちに4社を提案し、100人以上の土地の住人がそれを受け入れた。このことで、バット少佐は、ゴーラムを職務怠慢の過度で訴えた。ゴーラムは、無罪とされた。カンバーランド砦の勝利は、アランやエディのようなパトリオットの進派を駆逐したことも、あって、ノバスコッシアにおける、イギリスの存在を強化したが、土地に残った者を服従させ、 その多くには王室に対する忠誠を要求することによってもさらに強化された。戦争の残り期間、いくらかの世状不安は残されたが、これ以上大きな軍事的脅威は起こらなかった。その後最も大きな出来事は1777年夏に起こった。ジョン・アランがノバスコシアで行動を起こすことについて大陸会議の承認を得た。しかし、 このためにほんの少数の部隊しか集まらず、イギリス軍は、そのような試みを終わらせる力があることを示した。エディも、アランの行動に関わっていたと考えられるが、1777年8月以前の、その動きは不詳である。この年8月13日から15日に、イギリス軍がマチャイアスの街を占領しようとした時に、エディがマチャイアスにいたということは知られている。 この闘争は、ノバスコシアとニューブランズウィックの19世紀歴史書には、ほとんど記録されておらず、最小の記述があるだけである。地元住民が、包囲戦に関わったことは一般に理解されていないか知られていない。戦場は、カナダ国定史跡として保存され、カナダ公園管理局が管理している。ありがとうございます。